Hi everyone, welcome to 10 minutes English with Reiko. こんにちは、レイコです。10分英会話へようこそ。英語はいろいろな音が組み合わさってできています。例えば、有声音、無声音、破裂音、摩擦音、それに鼻音。今回は ABC の歌を歌いながら、この音を意識して一緒に発声練習、また発音練習をしましょう。最初は B B B と P P P の音、 B の B も P の P も破裂音です。口先で息がパンと弾きます。 B B B P P P B のB も P の P も口の動かし方、また舌の動かし方は同じです。ただ違うのは B B B は有声音、それに対して P P P は無声音です。有声音と無声音の違いは手を喉に当てるとよくわかります。例えば B BB は、ブ、ブと音を出すとき、喉が震えますよね。その振動が指に伝わるはずです。ブ、ブ、ビ。それに対して、P の音。プ、プ、ピ。プ、プ、ピ。は、喉が振動しません。指先にその振動は伝わってこないやつです。それが無声音の音。一緒に練習しましょう。手を喉に当てて、b b b 振動感じますか ？b b b p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  d とT の音も破裂音です。D, D, D, T, T, T。口の動かし方、舌の動かし方は全く同じです。D, D, D と T, 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 D, T。この音は舌を一度上の歯の後ろの歯の上と歯茎の間に舌先が当たります。そしてそれをクッと引く。その時に音が出ます。ダダダダタタ。一緒に練習しましょう。また指を喉に当てて。ダダディ。太鼓をドンドンと叩くように。ダダ。音を出してください。D D D T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  英語には摩擦音の音もいっぱいあります。例えば V V V F F F V V も F F も口の動かし方、また舌の動かし方は同じです。上の歯を優しく下唇のこの柔らかいところに置きます。そしてそこから息を出す。で、V、V、V は有声音。喉から、もう肺からしっかり音が出てきます。なので喉が震えるはずです。V、V、V。一方、F は口の中から息が出るだけなので、喉は震えません。ふ、ふ、F。一緒に練習しましょう。
V F Z と S も摩擦音です。 Z Z Z S S S Z も S も音を出すとき Z S 下は歯、閉じた歯の後ろにくっつくかくっつかないか、そんな位置にあります。 Z Z Z S S S また C の音も S と全く同じ音です。 S S C S S C ここで C について補足。 C の音は2つあります。今練習したようにC、もう一つはクククク、これは K と全く同じ音です。例えば Cat キャッティーナ Cat のようにクク、この音は破裂音、しかも無声音です。ヒゲについたミルクを取りながらからキャッティーナ Cat クククク。ただ今回の ABC では ABCC の音なので S S C で一緒に練習しましょう。 ABC の歌の最後に出てくる歌詞 Sing with me の with、これも摩擦音です。下の先を歯の間に優しく挟んで、この TH の音は有声音と無声音があります。 withこれは有声音です。With、一方、無声音は One, two, three のように口からただ息が出るだけです。この喉を通って息は出てきません。間違えちゃった。喉に手を当てようと思ったら、ほっぺたに当てちゃいました。喉に手を当てて、ズズズズズズ、これが有声音。これが無声音です。破裂音と摩擦音が一緒になった破擦音なんていう音もあります。それが、ジュジュジージュジュジェイ。どちらとも音は同じです。ジュジュジュ。口の形、また舌の動きは H のチュチュチュ。この形と全く同じです。チュチュ。ドーナツマウスでチュチュチュ。これが無声音です。一方、有声音はジュジュジー。J J J G についての補足。 G も2つの音があります。今一緒に練習したように J J G、 例えば Germany とか Imagine that Imagine J J、 この音もあるんですが、もう1つ G G G、 例えば Good Great とか Giveget, go. そんな音のぐ、ぐ、ぐ。この音と対になるのがく、く、く。さっき一緒に練習した k や c の音です。く、く、く。ただ、今回の abc の音は abcdefg で、ぐ、ぐ。この音ではないので、今回はジュジュジュ、この音を一緒に練習しましょう。最後はビヨン、文字通り鼻から出る音です。鼻にかかった音です。例えば M んんん、またんんん、 M と N の音って同じように聞こえるんですが、口の動かし方が違います。まず M は
ミッシーマウス覚えてますか？ズーフォニックスで一緒に練習した。唇を閉じてまるでチーズを食べて美味しい、そんな時に出てくる音。その時に唇を閉じてるんですが、音を鼻から出します。それが M です。一方 N は唇を閉じません。唇を開けた状態で鼻から音を出します。で、その時に舌の先を上の歯の歯が生えてくるあたりと歯茎、その間に押し付けます。その時も口から音を出すのではなく鼻から音を出してください。この2つの音、んとんは ABC の音の最後にたくさん出てきます。 Now I know my ABC's next、鼻から音を出してください。 Next time won't you sing with me。 で、ここで気をつけたいのは No の O の音、 O と全く同じ音です。 O O と伸ばさずに O、 最初の O、 ここに力を入れてください。ストレスを置いてください。 O O、 それと同じ口の形発音なのが Won't Won't you sing with me の Won't、 それも Won't Won't です。 Now I know my ABC's Next time won't you sing with me。 最後、ビヨンがいっぱい出てくるので最後まで頑張って練習しましょう。